なんだ、ネクタール。リスキーモブ掲示板か。各地に現れた凶暴な魔物、リスキーモブの目撃談が張り出されている。どいつもこいつも石の剣の連中には手に負えない強さだと聞いた。お前の思惑はともかく、人の暮らしを脅かすのは戦や黒の一体ばかりじゃない。リスキーモブを倒すことでも、人が人として生きる場所を作ることにつながるか。分かった、力になろう。あら、クライブ、支援品窓口へようこそ。レシレか。確かここでは支援者から届いた品を取りまとめているんだったな。ええ、各地の問題の解決に、リスキーモブの討伐、そうしたあなたの活動に送る感謝の印だそうです。あなたが多くの人を助けるほどに多くの信頼が寄せられます。どうぞ誇りに思ってくださいね。支援品の確認ですね。はい、どうぞ。そちらはもうお渡ししました。今お渡ししますね。またどうぞ。やあ、クライブ、協力者連絡窓口へようこそ。ここでは協力者たちからの知らせをもとに、各地で起きてる問題を取りまとめてるのさ。あんたも厄介事の解決を頼まれることがあるだろう。そういう話は俺のとこにも集まってくるんだ。今どこでどんな問題が起きてるのか、そういうことが知りたけりゃここで教えてやるよ。人助けをすると気分がいいもんだぜ。気が向いたらでいいから協力をよろしくな。さあ見てくれ。頼んだぜ。いい加減そのほうきも買い時よ。ロザリアの方で。大きいね。あなたも食べてほしいよね。ああ、シド、ご相談がありまして。どうしたんだ。シドは
この木の果実をご存知ですか？確か前の隠れ家にもあったな。はい、植生の研究をしていたマーテルさんが大事に育てていたものです。彼女の亡き後、僕が育成を引き継いでついに食べられるほどに大きく育ったんです。それに当時はとても酸っぱかったのを改良を重ねて甘くすることもできました。すごいじゃないか。みんな喜びそうだ。これを石の剣の皆さんに食べていただきたいのですが、なかなか声をかけられなくて。どうか僕の代わりにお渡ししてもらえませんか？いいだろう。連中には俺から渡しておく。助かります。石の剣には前の隠れ家から勤めている方が多くいます。ですからぜひとも食べていただきたかったのです。それではシド、こちらがマーテルさんの果実です。よろしくお願いします。よかったねマーテルさん、やっと皆さんに食べてもらえるよ。この場所ってシドが見つけたの？そうだよ。一休みに甘いものでもいらないか。植物園で育てたマーテルの果実だそうだ。マーテルだって、その名前どこかで。ああ、植物園にいた人じゃない？そうそう、植物園のマーテルさんだ。あの人、草木のことになると本当に熱心だったな。前の隠れ家から一株だけ苗を持ち出せたって聞いたわ。よかった、また実がつくところまで育ったのね。そうか、あの果実か。懐かしいものがもらえて嬉しいよシド、ありがとう。ぜひ他の連中にも渡してあげてくれ。植物園からの差し入れだ。受け取ってくれ。おや、懐かしいな。この果実って前の隠れ家で育ててたやつだろ。先代のシドはこいつがお気に入りだったな。まだ小さい実を勝手に取ってよくマーテルに怒られてたっけ。シドがしそうなことだ。なんだ、ずいぶんうまそうだな。そいつはマーテルの果実。植物園の連中、苗木からここまで大変だったろうに、マーテルの意志を継いでよく育ててくれたよ。こうやって収穫できて彼女も喜んでいることだろう。クライブ、後で俺のところにも届けるよう言っといてくれるか。やれやれ、相変わらずだなお父さんは。シド、ありがとう。残りの果実は俺からみんなに渡しておくよ。植物園の人にもお礼を伝えておいてくれ。これで渡し終えたな。植物園に戻って伝えてやるとしよう。さっきの果実
甘くてうまかったな。いい加減そのほうきも買い時。石の剣の連中に果実を渡してきた。喜んでくれていたよ。それにみんなマーテルのことを懐かしがっていた。覚えていてくれたんですね。マーテルさんは人が苦手だった僕に優しく接してくれました。でも彼女はあの襲撃での怪我が原因で、以前彼女は言ってました。この木の果実をとびきり美味しくしたいって。だからこの木をマーテルと名付けて育てたんです。僕がマーテルさんの思いを形にするために。お前は彼女の意志を継いでそれを成したんだ。自分を誇っていい。シドからお褒めの言葉をいただくなんて。そういえばオットーが届けてくれと言っていたぞ。あと俺の部屋にも頼む。わかりました。カゴにいっぱいお届けします。よかったねマーテルさん。もっともっと美味しくしてあげますからね。ガブを連れてこなくてよかったの？張り切ってたのに。奴には風獄部下を探ってもらってる。地平が動くと面倒だからな。この手の仕事はガブが最も適任だ。ええ、そうね。それにシドが言ってたように潜り込むのはドミナントだけでいい。万が一の事態が起こっても俺たちだけならなんとか逃げ出せる。いつか戻ろうと思ってたの。鉄王国へ。どうして？あの国にはやり残してきたことがあるから。それに自分の過去と向き合いたい。あなたのように。力になるよジル。頼りにしてる。行こう。そういえばこのロザリア南部は大丈夫かしら。マーサの宿であんなことがあったばかりで。そうだな。ポートイゾルデはまだ遠い。近くの人里で話を聞いてみようか。この先にアンバーという村があったはずだ。そこを目指そう。かけろ。警戒して。敵だ。
行くぞ。昔のロザリアならこんな恐ろしいことは起こらなかったのに。し、めったなことを言うんじゃないよ。なんだ。いいな、奴らをかばい立てすれば俗領総督府の存意により貴様らを粛清する。我々は俗領ロザリアの汚れを排除するものである。肝に銘じよ。承知いたしております。村の者にも言って聞かせますので。黒騎士、こんなところにまで。何があったのかしら。連中に睨まれたらここもどうなる。なあ、見たかい。何のことだ。さっきの兵士さ、あれがきっと噂の黒騎士様に違いないよ。貴重なお姿を拝見できて幸せだな。そいつは良かったな。何でもこの辺りに逆賊が潜んでないか調べてるんだって。俺がそいつらを見つければ黒騎士様に褒めてもらえるかな。黒騎士様、かっこよかったな。もし何かあったんですか。ああ、俗領総督府に立てつく逆賊が現れたんだと。奴らの住処を探すのに軍が出てきたみたいだ。あんたら旅の人だろ、何か聞いてないか。いえ、特には。そりゃ残念、誰か詳しい話を知らないかな。さっきの黒騎士は逆賊を探してるみたいね。もう少し話を聞いた方がいいだろう。話を聞かせてくれるか。なんだい。ここを訪ねていた黒騎士のことなんだが。そこの旅のお方、私はこの村の長を務める者。お二人に無礼を承知で申し上げる。どうかこの村から早く出て行ってくださらんか。訳を聞いても。今のロザリアは俗領総督府のもと厳しい状況にあります。どんな些細な理由で村が滅ぼされるか分かりません。あなた方のようなよそ者がこそこそと嗅ぎ回れば、それだけで目をつけられかねないのです。そうなったら最後、総督府を滑るアナベラ様は直属の配下である黒騎士に村を襲わせるでしょう。お願いします。イーストプールの二の舞にはなりたくないのです。わかった、邪魔をしたな。やはり黒騎士は母上の差し金だったか。だがこの村は総督府を恐れているようだった。奴らに平伏していれば襲われることもないだろう。民を恐怖で縛るなんて。ジル、どうかしたのか。ごめんなさい、昔を思い出していただけ。大丈夫よ。それにしても黒騎士が探している逆賊が気になるわ。奴らの目的を考えればベアラー絡みだろう。もしかしたらこのロザリアには
マーサの他にもベアラーを保護している連中がいるのかもしれない。協力者として迎え入れることができればありがたいが、ここであれこれ考えても仕方がないな。今は先へ進むとしよう。ええ、そうしましょう。行くぞ。山道が続いているようだ。ここから魔物も多くなりそうね。気をつけていきましょう。これは以前地下遺跡で見た異物たちか。この5年で動き出す異物が増えてきたみたい。くそ、ただでさえ魔物もいるっていうのに。クライブ、これって血だ。まだ新しい。おい、そこで何をしている。黒騎士、我らに刃を向けるとは。さては貴様らも種火の守り手か。ならばこの場で粛清するまで先に行った仲間とは隔離を出会うといい。我ら残夜を担う者、国へに近い来たる千年王国の憂いを断つ。来るぞ。お前たちの勝手にはさせん。フッ、うん、種火の守り手と言っていたな。それがお前たちが探している連中の中。
逆賊め、知れたことを。貴様らが逃亡を手引きしたベアラーどもはすでに粛清したオールドヒル造船所に行ってみろ。あれが我らに立てついた報いだ。クライデン、この先の集落だ。やることじゃ。そうだな。何がここまで。あの人一体。クライブ、母上とは全てのケリをつける。いつか必ず。先へ急ごう。ジロ、この人たちを。分かってる。後でちゃんと弔いましょう。ポートイゾルでは大丈夫かしら。もうすぐビュイット大橋か。その先はロザリス城だが、立ち入ることはできまい。あんたら、オールドヒル造船所の様子はわかるかい？実はちょっと前に、あそこから血まみれの黒騎士たちが出てきたんだ。ただごとじゃないとは思ったが、おっかなくて様子なんて見に行けなくてな。この前大きな音がしたんだもん。きっと何かあったんだよ。静かに。うるさい。兵隊さんに聞こえる。橋はすぐそこだってのに。どうしてまとめに行くやつも。入れないだと？これじゃ生きてけやしないよ。この先はザンブレク公国属領のロザリス城である。封鎖中だ。立ち去れ。こんなとこに難民か。こんなところに。お父さん、お腹すいた。
あのお屋敷のあたり、確かラザロ街だったかしら。ああ、あそこはロザリス貴族の保養地だったところだ。華やかな町だったが。見えてきたぞ。あの城門の先がポートイゾルテだ。入るのはやめた方がいいな。他の手を探してみよう。あの難民たち、オートイゾルでは完全に門を閉ざしているか。あれじゃ簡単に入れそうにないわね。クライブ、何か当てはある？そういえば昔バイロンおじさんが言ってた。あの町には戦時の脱出路として使う地下通路が用意されていると。確か さっき前を通ったラザロ街につながっているはずだ。もう錆びれてしまって人が住んでいる感じがしなかったわ。今ならその通路を探せるかもしれない。よし、行ってみよう。ポートイゾルデは黒騎士に襲われていないようね。ああ、ひとまずは安心だ。はっ！ここも随分様変わりしたな。昔は花が咲いて綺麗だったのに。誰かいる。野党か、面倒だ。
様、その剣技は一体どこで習った？お前たちが知る必要はない。フェニックスの炎、そんな、まさかクライブ様なのですか？クライブ様、ご無礼を。お久しぶりでございます。ウェイドにございます。ご存命であられたとは。よく生きて。場所を変えましょう。ではあなた方が。ええ、ロザリアを取り戻すため集結した広告騎士の生き残り、それが我々種火の守り手を名乗る者たち。とはいえ、俗領総督府に真っ向勝負できるほど我々の戦力は大きくありません。ですから、これまでは秘密裏に抵抗を繰り返してきました。それに加え、保護したベアラーたちを粛清から守るためうまくかくまっていたつもりだったのですが、奴らに知られ、オールドヒル造船所へやられた。黒騎士め、見せしめのような手段に出るとは。なぜ母上はベアラー粛清を、黒騎士なんて作ってまで。ベアラーを疎んでいたのは知ってるが、それにしたって度が過ぎている。タガが外れたとしか。イーストプールの一件で目障りならば消せばいいと気づいたのでしょう。ここの駐屯兵が過激になったのも俗領総督アナベラの命によるものです。信仰シルベストルとの間に子を設けてからというもの、ベアラーへの固執が強くなったように思えます。あの女アナベラは、自分の子が滑る国家から不要なものを取り除きたいのかもしれません。そんなことで。ウェイド卿、黒騎士に動きあり。大橋付近に本衛隊です。よし、支度だ。急がせろ。黒騎士の主力である本衛隊に打って出ます。このままではさらなるベアラーの血が流れかねない。彼らのために我々が表に立たなければ。俺たちも戦おう。ここまで旅をする中で黒騎士の非道なやり方を目の当たりにしてきた。母上の命によるものなら、それは俺の戦いでもある。私も民を恐怖で縛る総督府を見過ごせないから。クライブ様、ジル様、御意に。お二人と戦えることをこのウェイドは誇りに思います。必ず勝ちましょう。ウェイド卿、どうかよろしく頼む。ええ、任せてください。支度を終えたらウェイド卿に作戦を聞こう。ええ、分かったわ。そうしましょう。